隊長、お疲れ様です。そうか、ここは君の実家だったな。あ、はい、そうなんです。僕の母さんがここで仕立て屋を経営していて。ブルーム、お客さんなの？母さん、この人が僕が所属する隊の隊長さんなんだ。まあ、そうだったんですか。あなたがブルームの。いつも息子がお世話になっています。母さんは一人で店をやっているので、心配でたまに様子を見に来ているんです。何言ってるの。母さんはお前の方がよっぽど心配だよ。器用なあなたが戦場で何の役に立つんだか。ブルーム、今からでも軍隊を辞めて帰ってきたっていいんだからね。ね、隊長さん、大丈夫ですよね。ちょっと隊長に何言うんだよ。母さん、僕辞めたりしないからね。経済封鎖のせいで材料が手に入らなくて、この1年店は大変だったじゃないか。戦争に勝って材料が届くようになれば、母さんに楽をさせてあげられるんだ。僕が頑張らなくちゃ。そんなこと気にしなくていいのよ。僕が志願したきっかけはヘレナに強引に誘われたからだったけど、今はヘレナに感謝してるんだ。優柔不断でひ弱な僕でも、国や母さんのためにできることがあるって分かったからさ。ブルム、それにタイにはヘレナもいるんだ。ヘレナは僕より力は強いけど、僕は男だし守ってあげなきゃなんて。そうね、ヘレナちゃんも一緒だものね。分かったよブルム。母さん、お前を応援しないとね。隊長さん、息子をどうぞよろしくお願いします。この子はうちの跡取りなんです。英雄になんてしてくれなくていいですから、必ず連れて帰ってきてください。最善を尽くします。隊長、これからもたまにこうして母の様子を見に来ていいでしょうか。軍務に差し支えない限り、隊員の行動を制限するつもりはない。はい、ありがとうございます。